姫路大学は、兵庫県姫路市大、潮町2042番に日本部を置く日本の私立大学である。2007年に設置された。設置者は、兵庫県豊岡市において、豊岡短期大学を運営する、学校法人、広市特学園。遠隔上、近畿大学とは、関係を有す。近畿大学創設者、世耕孝一が得、く、人に愛され、信頼され、 尊敬される人の育成を見学の精神とする。生命に対して深い意見の根にや、一般社会人としての豊かな人間性と良識を持ち、広い世界観を持って社会に貢献する、強制の心を備えた人材の育成。同地に設置されていた県名女子学院短期大学の経営難に伴い、キャンパスを譲渡されたことにより設置。学生数。 看護学部429人、教育学部232人、教育学部1643人高度化、複雑化、多様化する看護の現場で要求される、豊かな人間性と創造性、柔軟性、専門的な知識、技術を年次を追って確実に習得するプログラムを展開。加えて、豊富な実習科目の設置により看護実践能力を高め、 人々の生活の質の向上に寄与する質の高い看護の専門職を要請。今、子供はどのような教育状況下にあるか。より良い成長のために、どのように子供に関わるべきか。教育現場において、環境障害に至る子供と無事に通過していく。子供の差や違いは、どこにあるのかについて理解する。保育園から幼稚園への連続性。 小学校低学年への橋渡私を支援する、教育、保育に関わる5つの領域で深く学ぶ。子供の発達や学びの連続性を確保し、遊びの中での興味や関心に沿った活動や、これを活かした学びにより、幼稚園教育の経験が小学校の学習につながるように、子供と音楽表現、子供と造形表現、子供と体育、 小学校生活化指導法等の教科指導により、遊びと学びの連続性の中での教師の指導力の基礎を強化。乳幼児保育と障害児保育を必修科目とし、看護概論、子ども看護、母性看護、看護学演習等の看護科目、小児保険精神保険等の養護科目を解説することにより、健常時から軽度障害児や障害児までの治療的活動や、 看護活動の知識と技術を学ぶ。一方、子供の心の発達に対する理解や精神についての理解を支援するため、発達検査法、発達障害論を解説し、対応力を要請するなど、子供の正常な発達支援のための総合力を要請する。地域貢献の一環として、地域ボランティアを必修科目として設定。曜日ごとに科目が設定され、 昼休みにドリルを解き、学力の向上を目指す。自由参加。毎年4月に新入生を対象に、学外研修が行われる。2009年度までは教育学部のみで、一泊二日の日程で行われていたが2010年度からは、看護学部、教育学部合同で、日程も1日に短縮されている。淡路夢舞台国際会議場等で、各種レクリエーション。 ディスカッション等が行われる。毎年十下旬から11月上旬にの自菊祭と呼ばれる学園祭が行われる。模擬テニア、ライブステージなどのほか、子供向けのキッズオープンキャンパスや看護フェアが行われている。地域貢献の一環として教育学部の教員、学生らによって毎月第1土曜日に近代姫路大学体育館において近所の入児幼児、児童と その保護者との交流会が開かれている。学生主導で親子でのレクレーションを行ったり、絵本の読み聞かせ等を行っている。初年度度看護学部199万5千円、教育学部146万5千円。教育学部の各種実習費用や看護学部の助産師、資格課程は別途。看護学研究科入学金20万円、授業料等70万円。 文部科学省の平成23年度私立大学入学者にかかる初年度学生の付金平均額の調査結果についてによれば文科系学部の平均は1155,405円理科系学部の平均は1497,747円である。キャンパスは大学本部がある姫路市大塩町に設置されている。キャンパス内に 南北平行に並ぶ形で二棟の校舎がある。南側が一号棟、北側が二号棟。レストランや売店等は一号棟一階に設置されている。なお、二号棟並びに一号棟東側に位置する体育館、ピアノレッスン室は、旧県名女子学院短期大学時代からの建物である。二号棟と体育館を結ぶ通路の東側には、 コンパートメントタイプのピアノレッスン室が15室あり、16台のピアノが設置されている。8時から20時の間、講義で使用中の場合を除き学生が自由にピアノの練習を行うことができる。学生の増加に伴う教員の増加並びに、業務の増加のため、また2014年度の新校舎建設工事に先立ち2013年、春、二号棟中庭に,に仮研究室と、 仮通信家庭事務室が増設された。キャンパス東側にグラウンドと全米オープンと同じ仕様のテニスコート4面が存在する。2014年度より1号棟と現2号棟の間にあった駐車場と通信家庭事務室は土地に2016年度からの使用開始を目指す新2号棟の建設が始まっている。1号棟と平行に建てられ、 6階建ての建物になる予定以下の大学、専門学校等の在学生は、学内での専攻により、通信教育部の科目通り修正として保育士資格、幼稚園、小学校一種教員免許に関する科目を編集、もしくは学士資格の取得を行うことができる。大塩駅から南に徒歩8分、同駅からスクールバスが運行されている。ありがとうございます。